はいどうもキカです。今回からですね、またちょこっとだけなんですけども、こちらのねアイドルマスターステラステージの実況をやっていきたいと思います。というのも私ね、やっと気づいたんですよ。知ってる方には今更かよって感じだと思うんですけども、隠しライブ、隠しライブっていうのがちょっと言っていいのかわからないんですけども、その存在気づいたので、それをやりつつ、アイマスのことをね、語っていけたらいいなぁと思っております。で、その隠しライブというのがこちら、準備を始めた少女たち、はるかとみきの限定ライブなんですけども、このタイトル、あれってそう、アニマスの2話と同じタイトルなんですよね。なんでこのね、このライブ、しかもね、このライブがね、結構続くんですよね。リーダーをね、いろいろ変えて。だからこのね、一連のこのアニマスライブっていうのかな、なんて言えばいいわからないんですけども、それをやっていきたいと思います。それで、今回は、ちょっと後乗せ実況でやっていきます。なので、あまりね、俺この音ゲーの部分に集中することもなく自由に話したいと思います。そしてこのライブの発生条件なんですけども、リーダーが S ランクじゃなきゃダメっぽいんですよ。それでいろいろライブが続くと。なのでほぼほぼ全キャラを S ランクまでしてないと最後まで行きつけないのではないかと、自分もね、まだやってる最中だからわからないんですけども、でネットもなんかね、最後までね、なんかみんないけてないみたいな感じで、これバグなんじゃないかとか、いやこれでなんかすごい中途半端なところで終わりなのかな、みたいな、いろんなね、憶測が流れてるんですけども、ちょっとね、それも検証しつつやっていきたいと思います。ただね、俺ね、それより大切なことがあるんですよ。俺それより、これに乗じてみんなとアニマスの話がしたかった。いや、どうすか、アニマス好きですかね、このナムコのやつなんですけども。いや、俺ね、マジで、俺ほんとアニマス大好きで、ほんと西堀監督、ほんとありがとうって言いたい。いや、めっちゃ面白くなかったっすかね。なんか俺、ほんとに嬉しかった、俺は、アニマス。特に今回はこれは2話ですよね。宣材写真の話。俺のね、担当のアイドルであるイオリの話をいきなりやってくれて、本当にありがとうと。しかも宣材写真の話で、宣材写真撮るために、ミキはこんな感じ、マコトはこんな感じ、みたいな感じで、キャラクター紹介のね、回としても、なかなかね、優秀だったと思うというか、ちょっと待って、終わっちゃうんだけど。ちょっと、消化不良だけど、次行きますか。それで、次は、千早がね、リーダーになるライブになるんですけども、そのライブのタイトルがこちらです。自分を変えるということ。アニマスで言う4話。ゲロゲロキッチンの回ですよね。私、アニメのね、ゲロゲロキッチンももちろん大好きなんですけども、ブルーレイについてた実写版ゲロゲロキッチン、あれほんと大好きで、もう何回見たかわかんないってぐらい。いや、ほんとヌーさん可愛かったし、で、ミンゴスもね、アイステのね、リベンジ果たせましたしね、めっちゃ美味しそう。美味しそうかな？青い鳥のソースはちょっとあれですけど、でも、美味しそうな料理作ってましたし、そして中村先生はね、いや、さすがね、芸人らしくね、とても、ね、面白いものを作って、そしてあとは、ハラミーがね、ハラミーが料理してるのっていうかね、ちゃんと美味しいものを作ったのって結構珍しいですよね。アイステの、ぐちゃぐちゃクレープといい、あと、何でしたっけ？お好み焼き？みんなが、浴衣着て作ったお好み焼きの時は、蓋持ってただけでしたもんね。それなのにね、ちゃんと作ったかはわからないけど、でもね、奇跡的に美味しいを作ったというね、あれも良かったですし、俺それで、実写版で好きなシーンあって、ちょっとマニアックなのかわかんないですけど、なんか中村先生が作った、すげえまずそうな、なんだっけ、
肉じゃが？肉じゃがになったのかよくわかんないですけど、あれを、あの、味見するっていうので、まあ、ヌーさんが味見するって感じに話になったところで、で、ヌーさんが、ハラミのことをはって見たときに、あ、どうぞどうぞ、みたいな感じでね、ハラミのあそこの強気な感じね、俺大好き。わかってくれる人いるかな？まあね、まあなんで、このね、まあ、時間が少ない割に、俺なんで実写のことばっかり話してたかと言いますと、なんと、今回、ちはや、これ、実は、届か、ないと。そう、届かなかったんですよね。ソロのね、ちはや、そんなにね、強くしてなかったのかもしれなくて、ちょっと失敗しちゃったんで、リトライして、レベルとかね、いろいろちょっとアクセサリーとかのレベルを全部上げて、ちょっとリベンジをします。なので、これからちょっと今度はね、じゃあアニメの方を話していきたいと思います。てか、4話って、あれは、ちはや会なんですかね。まあ、あの、エンディングが青い鳥で、なおかつ、ちはやがね、一人の絵だったじゃないですか。しかもね、あの一人のちはやのエンディングからの次回予告が水着会という、あのちはやいじめからのちはやいじめという、あの記憶がありますね。あと4話で言ったら、あれか、高根ですよね。高根が、あんなね、こう、ゲロゲロキッチンの着ぐるみを持って帰りたいほど気に入ったという、あれがな、もともとがなんで、そういう、なんかありましたっけ？ああいうなんか着ぐるみが好きなのか、カエルが好きなのか？でも高根ヘビは嫌いですよね。だからなんか、ああ、こういう高根一面があるんだっていうね、まあちょっと俺の多分そこ勉強不足だったかもしれないんですけども、まあそこを一面を知れた、なかなか面白い回だった気もするし、あとは川越シェフ出てましたね。今は懐かしき川越シェフが出てた。いやほんとね、ゲロゲロキッチンもいい回だったな。それでね、ちなみに言うとね、このまま次、実は6話に飛ぶんで、あちょっとね、5話の話もしたいんですよ。あの、水着会。いや俺ね、5話のあの、まあ、合宿っていうかね、あの回ね、大好きなんですよね。いや、あの回で、俺なんか、あ、なんかこう、安心して、こう、アニマス見れるなと思った。だから、ほら、好きな作品って、なんか、アニメになるとき、期待もあれば、同じぐらい不安もあるじゃないですか。え、どうなるんだろうって。でも俺ね、5話を見た時点で、あ、俺これ、このアニメ、安心して見れるってね、なんかね、思ったくらい5話は好きでした。まあ、水着で目の保養もできましたし、なんか私たち、売れちゃったらこんなことできないのかな、みたいな、なんか後々にね、繋がる伏線、ちょっと切なげな伏線とかもあって、いやーね、5話は面白かったですよね。そして、話は進んで、次は、いよりがリーダーになるライブでございまして、そのリーダーになるライブの名前が、先に進むという選択肢。そうですね、アニメで言ったらこちらの第6話になっております。そう、竜宮小町の回。いや、竜宮がしかもめっちゃ動いたっすよね。いや、あれはね、ほんと嬉しかったね。え、やっぱしまあ竜宮小町に関してはやっぱりね、いよりの P としてはいろいろ思うことはあるけど、いや、あれはね、すごい嬉しかった。あの、あんだけ動いた竜宮小町は。でも本当に、ちょっと何つ言っていいか難しいんですけども、まあ、リュウグウコマチとか、ジュピターとか、あとはまあ、プロデューサーが、まあ、男のプロデューサーを出すということ、結構、難しかったと思うんですよ。まあ、ジュピターも、リュウグウコマチも、まあ、アニメのちょっと前、炎上しましたし、そして男のプロデューサーをある意味ね、ちょっと形として出すの、確かにアニメ始まった当初、男のプロデューサーってっていう意見もね、若干見受けられた部分はありますし、ただそういうね、なんかこう一歩間違ったら炎上を仕掛けないところをうまく渡り切った、なんか本当にだから地雷原をど真ん中進んで俺は生存した
ような作品だと思うんですよ。本当だ、奇跡の作品言い過ぎかな、褒めすぎかな俺の中でなんかアニバスって本当にそんなイメージがあって、いや本当よく作ってくれて本当ありがとうというね、いやーそんな思いがあります。皆様はなんか1話から6話で好きな話とかありますか？ていうかあれ、そうか、俺3話の話してないか。そうね、3話のあの雪崩壊ですよね。雪崩ね、あの俺3話アニマスの一番最初の泣きポイントだと思うんですけど、ユキオがね、なんか勇気出して、それでオールライトを歌うところ、あそこね、早いかな、結構、なんかね、見ててうるっとくる。ていうかもう、終わっちゃった。終わっちゃって、それでね、ですね、次の話になるんですけども、実はね、ここでね、落とし穴があったんですよ。で、次は、ミキをリーダーにするライブなんですけども、ちょっとね、俺出来心で、ああ、ちょっと、そう、オフで撮ってね、疲れを癒そうと思って、まあ、オフを撮りました。はい。そうするとですね、まあね、とてもね、悲しい事件が起こったということで、いや、ね、そう、長いな。そう。これで、まあ、ライブ見に行くと、なんと、あれって。ないやんって。あれ、次、ミキがリーダーじゃなかったっけなってところで、多分俺ここで今ネットを調べてますよね。多分おそらく。あれ確か次はミキがリーダーにすると思ってたんだけどって検索して、ちょっと待てよと。ちょっとはるかをリーダーにしてみようかなと思って、それで、ライブを見てみると、はい。準備を始めた少女たち。つまり、途中、多分オフとか、挟んじゃダメなんですね。そうするとまた一からやり直しになるということを学びました。なんで、今回はこれで終わりたいと思います。だから逆に結構厳しいと思うんですよね。レッスンとかをだから途中入れられないから、そしてね、途中だからね、リツコとか、そういう高根とか響とかのソロがあるらしいんですよ。それで俺ね、高根とか、そう、響とかリツコとか、ソロで S ランクのライブクリアできるか微妙だなというね、まあそんな感じになっております。だからまあ、次回、乞うご期待ということで、今回は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。